皆さんこんにちは。東京構成ウィンドウオーケストラ正指揮者の大井武史です。いつも東京構成ウィンドウオーケストラ YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。毎回構成ウィンドウのメンバーをお迎えし、 Zoom を使ってオンライン上でお話を伺う TKWO あなたにズームイン、本日は第13回目です。でもあっという間に13回来てしまいました。収録時の通信環境などによっては少々お見苦しい時、お聞き苦しい時もあるかもしれませんが、何卒ご了承ください。前回のゲスト、クラリネットの亀井優斗さんからご紹介いただいた今回のゲストはオーボエの宮村和弘さんです。それでは早速宮村さんをお迎えいたしましょう。はい、宮村さんこんにちは。はい、こんにちは。どうもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。あの、宮村さんと私は同じ東京芸術大学の、あの出身なんですけれども、僕は確か宮村さんの大声を最初に聞いたのはまだ宮村さんが1年生ぐらいの時だったんじゃないかと思う。あ、なんか劇版的なやつですよね。覚えてます？いや、あんまり覚えてないんですけど、やたら高い音吹かされたって記憶はあるんです。そう、なんかね、バレエ音楽の録音だったんですよね。そのオリジナルの曲で。今でも覚えてますけど、シソソソファファファミミミレレレドドっていう、あの、そんな、五線の上から、あの、五線の、あの、五線の上の芸のオクターブ上のやつです。そう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 。そう、なんか、うん。あの、なんかすっごい高い音を出して、なんか褒められたような気がします。一瞬、なんじゃこりゃって、言って、っていうのは、あの、ギリギリに譜面ができて、あ、こう初見でやるような状態から録音始めて、うん、一緒になんじゃこりゃって言いながら華麗に吹き切ったっていう。よくエピソードを細かく覚えてらっしゃいますね。覚えてます。未だにその印象があるんで、例えば、あの、この間、こうちゃんさんの吹奏楽のための教室をしたけど、あれも大声の高い音が。そうですね、あれも、あの、ハイゲーが。ゲーですよね。全く同じゲーです。はい。で、あの曲初めて聴いて、あの、あそこにゲーが出てくるっていうのを聞いたとき瞬間に、これは宮村さんとやろうと思った。いやー、なかなか大変なんですよ。そうですか。なんかね、こう結構鮮烈な、こう、出会いで。はい。それからもう、いやいやいや。20年経ちましたかね。もう経ってますね。私が構成ウィンドウ卒業後すぐ入って、それで19年なので、そっから遡ると4年ですから、23年ですか、うん。長くお世話になっております。はい、お世話になっております、はいはい。我々から見ると、まあ、後輩でもある亀井優斗さんからの、紹介だったんですけれども、はい、あの、先週放送の亀井さんの回で、実は、あの、宮村さんを紹介していただいてるんですけれども、あの、放送では実は、あの、カットした部分でですね、亀井さんは、はい、宮村さんの紹介として、まあ、いろんな意味でビッグな方なので、そろそろ登場してほしいと思ったと言っておりました。はい。あとで、ちょっとあの、ボディープレスしてこなきゃいけない感じですかね。僕の宮村さんのその、まあ、印象は、まあ、そのハイトーンのこともあるんですけども、僕、例えば、料理の達人だったり、で、食べたことはないんですけど、でもよく、あの、SNS なんかで、こう、料理の写真が出てて、すごい美味しそうだなと思って、あの、料理だったり、あの、それから、まあ、リードをね、オーボエの方は、あの、まあ、リードを、ようなようなやっております。はい。そういう、こう、繊細な、まあ、加減が必要な、あの、作業を、まあ、得意とされてる、すごい器用な人だっていう、こう、イメージがあるんですけども。まあ、ね、そのイメージ、結構ね、持たれてるみたいですよね、いろんな人にね。ああ、やっぱり、ね。めちゃくちゃ不器用なんですよね、実は。そうなんですよ。例えばですね、ちっちゃい頃から折り紙が本当苦手で、うん、すっごい頑張って律儀に端っこ合わせてやってるのに、ピッてずれるんですよね。うん、で、出来上がりぐちゃぐちゃ。で、洗濯物畳むじゃないですか。
で、手順もわかってるし、全部やり方も合ってるし、何が悪いかわからない状態で、くちゃってなるんですね。で、もう嫌になっちゃう。そう。もう、そう。なんででしょうね。もうリードなんてのは、だから、僕のリードを見た人は大体みんな僕のリードのこと綺麗だって言うんですけど、もう高一から必死こいてずーっとやってた、まあ高一では中3の受験終わった頃か、から、音楽高校から、芸校からですから、受験が終わったらもうすぐ自分でもう絶対自分のリード、金輪際、他人のリードは吹かない。先生にもらって吹いたりしないってもう決めて、うん、自分のリードを必死こいて作ってってやって、まあ、それが、こう、まあ、身を結んで今に至るって感じで、もうあれは訓練の賜物なんですよね。だから実は料理の方も、実は均等に切るのとか結構苦手なんですよ。ああ、そうなんですか。できるだけ揃えようって頑張るんですけど、あ、ちょっとずれた、あっていうのの繰り返しを結構してて、うん、綺麗に、同じように切れる人すげえなーって思ってます。ああ、そうですか。でも出来上がったのの写真で見ると、すごい綺麗にできてるように。それはこう、盛り方ですよ。あらを隠して、大丈夫そうなところをでーんって手前にして、パシャって、カメラは事実の一部しか切り取る、一部を切り取ることできますからね。はい。そうですか。料理はいつぐらいからされてるんですか？ですね、音楽家になりたいと思う前に、定食屋の親父やりたいと思ったんですよね。へえ、それ初めて聞きました。小学生の頃、そんな夢持ってて、当時ね、ミスター味っ子とか、美味しんぼとか、グルメ漫画が流行ったんですね。で、それ見てて、ああ、定食屋でこうやってやってんのいいなーって思って、で、自分でなんか日曜日の朝ぐらいはなんか作ったりとかしてたんですよね。で、それで高校から一人暮らしして、一人暮らしの時はコンロ一つのとこ住んでたんで、はい、まあ基本的になんかクリームシチューを最初のベシャメルソースから作るとか、うん、日曜日の朝からカスタードクリーム自分で電子レンジで作るとか、なんかそんな感じで始まって、まあ、現在に至るんですね、これも。なんか僕もすごい不器用で、僕は折り紙ダメなんです。料理もダメなんですよ、僕は。あら、意外。もう全然。やっぱり好きなものを探求するってことなのかな。まあそうですね。まあそのたまものがこのビッグボディってやつで。もう一つね、宮村さんの個性の日っていうかな、聞きたいのは、ダジャラへの、追求心。いやいやいや、追求心とかじゃないです。愛想って言ったらいいのかな。うん。ダジャレ、追求してるつもりはないんですけど、ふって動く、出てくるんですよ。ふって。で、それを、でも最近いろいろ学習してきたので、この20年ぐらいは、20年ぐらいですよ。つまり大学卒業してからぐらいは、一回、これは、言ったら受けるかどうかを頭の中で軽く精査して、軽く精査って変な言葉ですね。軽く審査して、そっから口に出すんですけど、大概撃沈するっていう、こう、切ない人生を送っておりまして。もう今でも忘れてないのが、小学校1年の、秋ぐらいかな。母と祖母と、週末のスーパーへの買い物に行った時に、生姜がいるわ。うん、生姜どこやどこや。見つからへんな。しょうがないな。って、まあ、言ったのが、私の人生第一号ダジャレで、これまだ覚えてるんですね。はい、そこからそのダジャレ的なものに目覚め。ツイッターのアカウントで、宮村さんのサブアカウント的なアカウントで、そうです、そうです。ダジャレアカウントで、デブスベッターっていうのが、はい。デーブ・スペクターさんのね、はい、デーブ・スペクターさんのアカウントも結構ダジャレを言ってらっしゃってて、うん、まあ尊敬してるということで、全く縁もゆかりもない人間だけど、まあ崇拝してます的な感じで、その名前でアカウントやっております。一回、ね、ネット、アベマ TV ですか、はい、の、お笑い番組から某お笑い芸人と共演してっていう、まあその素人と、こう、うん、売れてるお笑い芸人がこう共演するコーナーみたいなやつに、
うん、オファーが来て、予定が合わなかったんですよ。ああ、残念。コンサートトークでもね、こう、はい、湧く時と、もう本当に風の吹いた麦畑みたいになる時とあるんで、うん、本当、諸刃の剣です。ふたしゃりは。いや、そのトークはね、僕も、全く本当にそうなんで、宮村さん、僕、風が吹いてる後ろでいつもその風を感じてらっしゃるから分かると思うけど。いや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 。なんか思っても見ないことがハマる時もあるし。ありますね。あれ何なんですかね。もう神様がいるとしか思いませんね。っていう感じで、全然音楽の話題から離れましたけど、ちょっと音楽の話題に行きましょうか。はい、コースウィンドでやっぱり、オーボエはお一人なので、ええ。オーボエの話を、聞きたいなと思うんですけれども、はい、まあ、オーボエ奏者っていうのはたくさんいるんだけれども、うん、プロの吹奏楽団のオーボエ奏者ってのは非常に少ないじゃないですか。はい。はい。で、吹奏楽でのオーボエなりの、まあ、うん、面白いところだったり、これは他のアンサンブルではないような苦労だなみたいなこととかきっとあるかなと思うんですね。うん、うん。で、吹奏楽の覚えってどういう特徴があるのか、あるいはどんな風に思うとこうハッピーに過ごせるのかみたいな、なんかそんな話があって。そうですね。面白いなって思うのは、まあ、ちょっとこれ、面白い話と面白くない話のちょうどスレスレのとこかもしれないんですけど、うん、オーケストラと、比較っていうか比べるとですね、マジョリティとマイノリティの違いがあるんですよね。ほう。オーケストラでは、もちろんいい音程で吹いたり、いいタイミングで吹いていくことが前提だけど、基本的に、なんかあったら、オーボエに合わせる。とりあえず。うん。っていう、そういう、だから指揮者なんかでも、音程がなんかあったら、オーボエこの音伸ばして、はい、皆さん合わせて、とかいうふうに言う指揮者も多いんですよね。うん、なんですけど、吹奏楽だと、合わせる側なんですよね。もう音に飲み込まれちゃうから。だから基本的にいろんな楽器の、いろんなやり口に、こっちがいろんなふうに合わせていかなきゃいけない。っていうのが、まあ面白いとこでもあり、まあ苦労するとこでもありっていう。オケの仕事してるときにこんなにふよ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 いろんなことやってないっていうところがあって。で、まあ、それでこういろんな喋り口ができると、こうちょっと一人でエツに入ったりとかね。これであの楽器みたいにできたとか、そういうのやるとこう、ちょっと面白かったりするんですよね。で、まあ、その結果何がその全体にもたらされるか。だからオーボエってこう、よく現場で、例えば中高生のバンドさんなんかだったら、ソロが上手ければ、ソロをどうにかしてくれ、指導に行ったらよく言われるんですけど、やっぱりそのトゥッティのサウンドにどう貢献するかっていう、はい、そこが、まあ、一番の肝かなと思ってます。点描画の、これいろんなとこで、雑誌なんかでもよく喋ってるんですけど、点描画の黒点となる、その輪郭をはっきりさせる、そういう、役割がダブルリードにはあると思ってるんですけど、あと、まあ、コントラバスとか、それから、まあ、実際音が高いことで、ピッコロもそういう楽器だと思うんですけど、はい、その、全体のサウンドにちょっとこう、キリッとさせる、前菜に塩を入れるよう、入れて、ちょっと味を立たせるみたいな、ああいうような存在が、まあ、ダブルリードなのかなと。うん。うん、まあ、あとは、まあ、はたまた、なんて言うんでしょう。まあ、スクールバンドさんなんかだったら、オーボエファゴットいないこと結構ありますよね。うん。で、そうなってくると、こう、ちょっと、そういうところが、やっぱ、いると、いい音がするっていうのはそこの違いだと思うんですけど、まあ、なんか扱い、まあ、世間の扱いは、あれですよね。ラーメンの味玉っていうか。味玉ね。はい、うん。この味玉で100円追加するかしないかっていう。でも、あると嬉しいよねっていう、うん、そういう存在なんだなっていうところですかね。だから、まあ、さっきのマジョリティ・マイノリティの話、うん、多数派か少数派かって、その話ともちょっとこれも繋がってくるとは思うんですけど。
でもいるとやっぱいい音がするっていう、そういう存在であるというところに、こう、なんていうでしょう、そのトゥッティのサウンドもちゃんと変わってるっていう、そういうことが、まあ、こんだけの爆音で聞こえてないんだけど、聞こえてないかもしれないけど、実は響きがそういう役割してる。ちょっとしたレガート、音の変わり目とかが、そういう輪郭がいるといないでは全く違うっていう。そういう、こう、ところが面白いですね。なんかすいません、こんな話ってこう来ましたけど。いやいや、うん。オーボエっていう楽器は、やっぱり、その、オケにせよ、吹奏楽にせよ、やっぱり美味しいソロも、まあ、たくさん、あって、それは同じだと思うんですけど、トゥッティになった時に、うん、オーボエの音の通り方っていうのは、まあ、オーケストラだと比較的通りやすいんだけれども、うん、その弦楽器の間をこう、間というか上というか、聞こえてくるんだけど、吹奏楽だと割とこう、すごい人数でバーって管楽器が周りで鳴ってて、埋没していると、こう、吹いてる方も多分思いがちだと思うんだけれども、うん、オーボエがあるトゥッティのサウンドと、オーボエがない曲のトゥッティのサウンドは、まあ、やっぱり全然違う、うん、うん、と思うんですよね。そう、だから一番大事なことは、よくそのトゥッティが聞こえないからって言って少し抜いてソロに温存するとか、そういう声って聞こえてくることがあるんですよね。そういう要は指導に行った先だったりとかいう、うんうん、そういう要はアマチュアさんの、まあもちろんスタミナが持たないとかいろいろ事情はあると思うんですけどね。なんですけど、トゥッティのその時に周りと全くそのテンションが変わっているという状況があってはならないと僕は思うんですね。そうですね。うん。だから、常にこう、全力ってのは音量を全力で出すって意味ではなくて、音楽に対して全力である音を常に出している。その、この後のことを考え、いや、まあ、ペース配分は大事なんですけど、その、今ここではこういう音を求められてるんだっていうのを、トゥッティでも常に全力で出し切る。ある指揮者の方が昔ちょっと話してくれたことがあって、オーケストラ、まあ、合奏隊は、日本のこの木のオケと同じであると。で、こう、縦の板が、こう、いっぱい並んでて、こう、紐で縛ってあって、で、こう、水が漏れになってますよね。あの板が、もう、ほとんどがこの高さだけど、一枚だけこの高さだったとしても、この高さまでしか水が溜まらないわけですよね。はい。そうすると、こっから水が出ちゃうから。だから、その合奏帯ってのは、一番レベルが低いとこに、レベルが揃うんだと。オケはオケだ。っていうのがあったんですね。で、これって真理だなと思ってて、テンション、例えば今ちょっとこう、わーってやってる中で自分は聞こえないからって言ってちょっと抜いたりとかした人が、いたときに、それが伝播していく。あ、じゃあ自分もちょっと抜いていいかな、自分もちょっと抜いていいかなって、うん。そういう、そうなってくると、そのサウンドのクオリティがどんどん下がっていっちゃうわけですよね。やっぱりその、常に、全員に溢れた音を出すというか、うんうん、全員が一丸となってってのはやっぱそういうことですよね。そういうふうに演奏していれば、なんていうか、決してこう埋没するような、音じゃなくて、ちゃんとトゥッティのサウンドの。そうです。貢献ができるっていう。うん、うん。まあ結果だから聞こえてるのかもしれませんね。いや、そうだと思いますよ。うん。うん、コンクールの課題曲で、はい。オーボエをなしでやるときと、はい。ありでやるときが、うん。あるじゃないですか。はい。で、両方やると、やっぱり全然違いますもん。それはクライネットの人数がちょっと多いからとかっていうこと以上に、うん。響きはやっぱり全然違うと思います。覚えのあるなしで、うん。当たり前なんですけどね。まあそうですね。言ってしまえば、ええ、うん。音量なんかはどうですか？あ、音量はですね、あ、そうですね。うん、その吹奏楽での覚えの音量のって、ものすごいピアニッシモと、まあ、そのさっき言った全体で同じテンションで音を出し続けるっていう意味では、やっぱりものすごい大きい音まで使ってるんですね。うん、で、特に、まあ、これは団体にもよるんでしょうけど、
うちの班の場合、最前列にいるっていうのが、うん、だからチューニングのアーを出すことだけでも、うん、ターンってこう聞こえる、安い。ので、うん、すごい神経使ってアーを出さなきゃいけないし、うん、で、ピアニッシモも、やっぱりこう、周りのシングルに静かにフーって出るから、オーバーだけトって言うともうアウトなんですね。だから、すっごい、こう、発音隠したり、ちっちゃい音吹いたりっていうのがすごく大事になってくるんですね。だから、エキストラにオーケストラの、その奏者の人に来てもらった時なんかに、そんなちっちゃい音から、そんな大きい音まで出すのって言われることが結構あるんですね。うん、で、あとオーケストラの、そのアレンジものなんかをやるときに、まあ、同じ曲をオーケストラで吹いたこともある曲も当然たくさんあるわけですよ。で、それをオーケストラの時こうだったからこのぐらいだろうって吹くと、大体でかいって言われるんですね。で、なんでかって言っても理由はすごく簡単で、オーケストラだと弦楽器っていうそういう時に伴奏してくれるのが前にいるわけですね。はい。で、それが後ろにいるから、当然、もう、ものすごく浮いて聞こえるんですね、ポンと。で、指揮者にも近いですし。うん、だから、すごく印象的だったのは、あれですね、火の鳥の王女たちのロンド。飯森の西塚さんでやった時ですけど、はい、ララ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 って、オーブンしたら、そうだった、ダラララララララってのが、チェロのパートがユーフォニアムで後ろから聞こえてくるわけですよ。で、オーケストラだと、指揮者の前にチェロがいて、こっちは離れてるんですよね。反対ですね。だから、全く逆だから、要は、こっちすごい抑えさせられて、向こうものすごい出してって言われる、うん、その、オーケストラでは、ちょっと、逆に大声出してぐらいの勢いのところなんで、うん、勢いというか、その優しい音だったら割と大きめに、朗々と吹いていいとこなんで、そういうのが逆転するっていう。だから、あれ結構こうやって吹くと、結構、うん、嫌なところもあるんですよね。こう、うん、音が繋がりにくかったりとか、うん。うん。だから意外にオーケストラのアレンジものも必ずしも吹きやすいわけではないっていうか、うん、そういうことが起きてます。はい。うん、だ結構そのオーケストラの半分ぐらいの音量で吹くってことが多いです、ソロも。うん、そうですね。アレンジものをやるっていうのは、その弦のパートを管楽器がやるっていう、そこにケアをするっていうだけじゃなくて、うん、そういった距離感とか、そういったものも全部変わるから、うん、例えオーケストラと同じパートが、その、例えばオーボエだったらオーボエのソロにあっても、やっぱもう一回その再構築しないといけないっていうか、アプローチを。そうですね。はい、うん。そこにやっぱり苦労が、あるから、僕はあんまりアレンジものをやってないんですけど。そう、でもそういう苦労もありますね。うん。まあ、だからやっぱオリジナルものっていうのは、そこら辺もどういうものか分かって作曲家が最初からオーケストラセッションしてますからね。うん、だから、やっぱそういう意味ではこう、もっとこう、なんて言うんでしょうね。そういうもので芸術的にこう、評価が高い曲っていうものを我々がもっともっと発信、していけたらなというのは思いますね。そうですね。一つの、うん、ただ吹奏楽のオリジナル作品ってなるとオーボエは多分音を通すためなんでしょうけど、まああとは場合によってはその、うん、教育的配慮的な部分、そういうことを対象に書かれた場合にはでちょっとこうソロがあっても音域が吹きやすいところにちょっと低かったりするんですよね。あ、うん、それでこう発音とか実はクロス、なんて言うんでしょう、こうドーンって吹いちゃいけないようなソロなのにスーってここから出るのっていうのは結構あります。うん、うん、だからこう音域的にはね、オーケストラの作品のやつはちょうどいいところで書いてくれてるんですけど、そこからだいたい3度ぐらい低いんですね、吹奏楽の作品での。で、そうなるとオーボエは音色がちょっといいっていうんでね、それで通るっていうのもあると思うんですけど、それでこうスーッと出たりスーッと消したりって意外に大変で、うん、まあ下手になってらんないってのが吹奏楽のオーボエ奏者やってるまあメリットの一つかもしれない。うん、まあ上手いか下手かっていうのは置いといて、その少なくとも今より下手にはなれないっていう、必死こいてこう練習するしかないっていうね。その音域の話が面白いですね。うん。うん。
今度、構成ウィンドウのなんか移植作品を、まあ、今のね、星名先生の3番はもうできちゃってるけど、どなたかに移植するときに。で、今日の話の最初じゃないですけど、宮村さん、高い分にはもう全然大丈夫だから、ちょっと高めで、普通の曲よりも高めでいいですっていうふうに、ちょっと一言。いや、それはそれでなんとなく自分の首絞めそうなんですけど。ドレミファソーグだよ。コーチャンスさんみたいなのが、あれが、当たり前になると困っちゃうんで。ソファミファソファミファソみたいな。それ、指、めっちゃこんがらがります。ここから先は善意に伺っている話なんですけれども、宮村さんのこれまでの音楽人生の中で、特に思い出に残っているコンサート、または CD など思い出の1枚をご紹介いただきたいと思います。ですね、思い出の CD なんですけれども、実は構成ウィンドウオーケストラの CD で初めて、買ったものなんですね。私が中学2年の時、吹奏楽コンクール参加して自由曲で、ペールギュントやったんですけど、じゃあそれプロの演奏を聴こうってことで、構成ウィンドウとベルリンフィルのペールギュントの CD を買ったんですね。で、毎朝それをですね、朝、タイマーで、何時だったかな？ 7 時かな？ 6 時半かな？なんか忘れて、タイマーでそれが鳴るようにして、毎朝それ聞いて起きてたという。でもベルリンフィルと構成ウィンドウの CD を交互に1日交代で、そうやって聴いてた CD なんですね。フェネル三色で、小編成の、割とちょっと小編成の、レパートリーみたいな、そういう CD だったと思うんですけれども。で、ちょっと現物は実家の方にあって、今、ちょっと手元にないんです。構成ウィンドウの CD の中でも、そのペール・ギュントの CD は割と渋い方の一枚ではないかなと思うんですけれども、もうすでに廃盤となって久しいんですけれども、実はその最近、アマゾンレコーズっていう、オンデマンドで CDR で出してくれるところから今再発売されていて、すごい聞き応えのある一枚で、これが懐かしの一枚ということですね。そうです。このことでね、一つちょっと昔の一つ思い出があるんですけど、吹奏楽ってチューニングベイでやるじゃないですか、中高生のバンドって。で、構成ウィンドウ生で、中1の時に聴きに行ったのが最初だったんですけど、地元に来てくれて、チューニングがアーだったわけですよね。で、ペーリングをやってる最中だったと思うんですけど、顧問の先生に、なんで僕らはチューニングベイなんですかって。プロはアーでしたよねって言ったら、ちょうど僕らがやってるペーリングが半音上にアレンジされてて、ドラソファソラって F ドアだったんですよ。だって、俺らがやってるペーリング見てみろと。半音上にアレンジされてるだろって。だからチューニングベイでやるんだって言われて納得させられたっていうね。先生すごいな。そう、機転聞いてますよね。絶対それが理由じゃないんですけどね。いや、なかなかそう言えないですよ。これ中学生の時の思い出ですね。じゃああれだ、ハンスバーガーが編曲したショストコーヴィッチの祝典序曲をやるときは、アスでチューニングしないとダメだ。そうなっちゃいますね。ペール・ギュントの朝もその時おやりになったんですか？そう、ペリギントの朝と、コンクールで時間の関係で、朝とアニトラと山の魔王でしたね。だ、王星を抜いて。朝にはね、オーボエのソロもありますそうもんですね。ね。ド緊張して吹いてまし 懐た。かしの一曲なわけですね。今でもペールギュント、やっぱり、まあ、やっぱ中学生の頃やった曲とかを今吹くとやっぱ嬉しくて。で、まあ、後世では実はまだペールギュントやったことないんですけど、よそのオーケストラ、エキストラで伺った時にペールギュントをやらせてもらった時には、ああ、これ吹いてるってなるし、今でもやっぱり中3の時がエルザだったので、やっぱうちでエルザやると、おーってなるし、もうああいうものをやると、やっぱ今でも当時のなんか思い出ちょっとよぎったりして、なんか燃えますね。なんか学院それぞれが、
そういう曲をやっぱ持ってるんですよね。そうですよね。うん、この曲っていうと、そこにキュンと来る人がいて、うん。そう。いや、だからそういうのをね、こう、全パートリッチに揃ってるっていうね、その喜びが。中学生の時はもう、本当歯抜けで、足りないパートをうまく顧問の先生が、お前ここはこれ吹け、これ吹け、みたいな、こう、この楽器にこれ移しとけ、とかやってましたけど、そういうのなしでこう、リッチなフルサウンドでやってることに感動をまずしますね。もう、当たり前のことかもしれないけど、やっぱりそれだけでいろんなものが変わるというか、そうですね、世界が変わるというか、うん、もちろんあの頃の創意工夫してやった、まあ、それも中学生のね、レベルでこう、頑張っていろいろやってたっていう、それはそれで、価値があるんですけど、うん、でもやっぱこう、まあ、話飛んじゃうみたいになりますけど、こう、プロになろうって思ったのが、こう、質の高い演奏に、をする側に回りたいっていう願望から、うん、じゃあプロになればいいんだっていう、そういうとこから始まったんで、だから、その夢を、まあ、今、こうやって毎日果たせてるんだなって思いながら、うん、まあ、楽器吹いてますね。うん、私もそうですけど、それは本当に幸せなことですよね。ええ、うん。いや、いい話をありがとうございます。それではそろそろと、時間となってきましたので、はい、次のゲストをご紹介ください。はい。はい、トランペットの奥山泰蔵さんです。はい。はい、その奥山さんとのつながりを教えていただけますか？はい。ですね。まず構成ウィンドに私が入った頃から、残ってる数少ない団員の方であることと、何より神戸人の先輩なんですね。構成ウィンドの、中で二人神戸人がいるんですが、奥山さんと私でして。はい。はい。もう構成ウィンドの生き字引で、もう昔あったいろんな、エピソード、もう、エピソードって言ってもいい話からちょっとした事件までですね。もう、彼の面白い語り口で、もう、ずっとその話聞いて、いくらでもずっと聞いてられるっていうか、うん、そんな彼の話術相まって、多分すごく面白い回となると思います。そう、奥山さんのね、話面白いんですよね。いろんなネタ持ってますよね。そう、もう、なんて言うんでしょう。引き出しと、出し方の巧みさ。そうなんですよ。いや、2回ぐらいやっていいんじゃないですか、岡田さん。なんかね、これ事件簿ファイルみたいの持ってるんじゃないかっていうぐらいね。だからな、話はぜひゆっくりと聞きたいと思います。はい、また、はい、奥山さんはね、フェネルと非常にコンタクトが深かった人。はい、そんなところの話も聞いてみたいと思います。ご紹介いただきありがとうございます。はい、さよならの時間になりました。本当に今日は宮村さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではさよなら、ありがとうございます。はい、さよなら。ご覧の皆様、最後までご視聴ありがとうございました。このシリーズは1週間に1度のペースで進めていく予定です。次回奥山さんの回、ぜひお楽しみになさってください。それでは皆さん、さようなら。